皆様はじめまして、こんにちは。私は歓楽街すすきのでおよそ90年ほど前に建てられた古民家を改装し、そこで文化活動を行っております石川恵子と申します。もともとは、古民家の鑑定士として島内にある古い建物を残すことや、活用するお手伝いなどを行ってきました。今日はこのカモカモ堂という建物を通して、すすきのの歴史を振り返るために皆さんをお連れしたいと思います。すすきのといえばネオン輝く歓楽街としてのイメージをお持ちの方が多いのではないかと思います。その成り立ちを知れば街の見え方が変わってくるかもしれません。その前に少し私が古民家を好きになった理由をお話ししたいかと思います。私は子どもの頃から喘息を患っていたため非常に体が弱く、兄弟や近所の子どもたちと遊ぶほどの体力がなかったんですね。一人でおままごとをしては疲れて寝込み、本を読んでも疲れて熱が出て寝込むといったね、本当によく熱を出して寝込むような子どもだったんですね。で、横になっている間何をしていたかと言いますと、お友達って天井なんですね。天井の向こう側を想像して、この上に部屋を作るとしたらどんな部屋を作るだろうか。結構ね、これ皆さん想像した方いるかと思うんですね。あとですね、本当に寝てばっかりいたので、この天井板を踏み抜かないように素早く走る方法ってないだろうかですとか、こうね、寝返りをこう見て横を見た時に壁があるんですね。その隣には部屋があるんですけど、壁と壁の間に人が通れるぐらいの空間があったら面白いんじゃないか、そういったね、あの構造の中を、建物の構造の中を楽しんで遊ぶようなことをしていたんですね。ですので、その建築というものは自分にとってもとても身近なもので、かつ安心できる空間でありました。建築工学科へ進んだんですけれども、おそらくそうした幼少期の体験というものが大きく影響したのではないかと思います。学生の頃はとにかくバイトをしてお金を貯めては列車に乗り込んで古い町並みを見たり古民家の観察などをしていました。実際に古民家の普及活動とはどんなことをしていたのかといいますと、リノベーションをするですとか、あとですね、古民家のマッチング、仲介をする、そういった活動をしていました。そうした活動を続ける中で、古民家というものはただその建物に携わった人々の経歴がだけが残っているわけではないということに気づいたんですね。築50年なら50年分の、築90年なら90年分の建物の周辺の記憶、古民家はその地域がどんな様子だったのかということを伝えることができる媒体であるということに気づいたんですね。一つの建物を残すということだけではなく、地域のアイデンティティを伝えるための手段となるように、それを具現化していくようになりました。縁があって、現在カモカモ堂と呼ばれている、この建物に出会ったとき、建物が空き家になって3年ほど経過しておりました。痛みがかなりひどい状態ですが、私はこの佇まいを見たときですね、この建物って芸者の置屋だったんじゃないかなというふうに思ったんですね。皆さん、芸者の置屋ってご存知ですか？芸者さんというのは分かりますか？お座敷でね、宴会でこう場を盛り上げる方々なんですけれども、普段から宴会があるわけではないんですね。お声がかかるまでこうした置屋さんというところで待機をして、三味線とか長唄をしながら待っているという場所だったんです。一大歓楽街としてのすすきのですが、最盛期には4、50軒ほどのお座敷を持つ、割烹料亭、そういったものがありました。そして最盛期には350人ほどの芸者さんもいたそうです。今でこそ高層ビルやホテルなどが立ち並ぶすすきのなんですけれども、かつてはしだれ柳がこのように、ね、下がっており、そして着物姿の芸者さんたちや、あるいは人力車などが往来するような非常に風情のある街並みでした。そんなすすきのの街角に佇む古民家のオーナーをしていると、その歴史を折に触れて感じることができます。
現在の町の意外な一面を知るためにはその生い立ちを知るのが一番です。ここからはすすきのの歴史、またそこに住んでいた人々のストーリーを少しお話ししたいかと思います。今で北海道命名150年と言われておりますが、当時のすすきのというのはまだ茅野原でした。北海道と命名される少し前のことですが、国内では戊辰戦争という内部紛争が起こっており、後に札幌となるこの地ではとあるお侍さんが農村を作るためにお堀を作っていました。変わるかな、はい。お侍さんの名前は大友亀太郎と言います。今みたいに携帯のラジオもないような時代なので、その亀太郎さんがどのぐらい戦のことを、知っていたのかは分かりませんが、堀が完成した頃には戦が終わり、およそ260年続いた徳川幕府が敗れたために、この大友亀太郎というお侍さんは失業していました。ちなみに、こちらですね、このお堀なんですけれども、名前を大友堀と言います。今の創生川の源流となっています。さて、このお堀の水なんですけれども、カモカモ堂の脇を流れる小さなカモカモ川という川があります。この水を引いてこの堀は作られているんですが、お侍さんが一人で堀を掘ったわけではないんですね。たくさんの土工さんたち、土工さんというのは今の土木作業員のことです。そういった方々が、この、堀を作るために従事したため、堀の周辺には彼らの住まいができており、その付近にはお酒やタバコ、料理などを扱う今でいう居酒屋みたいなお店ができていました。そうしたお店には、売春婦、娼婦といった女性がつきものだったんですね。これは江戸時代から続く古い風習でした。日本海沿岸には春から秋にかけて主に東北から来た漁師たちが季節労働者として北海道の漁場に出稼ぎに来ていました。そこには漁師さんたちだけではなくって、その相手をする女性たちも一緒に渡ってきていたんですね。労働する男性たちがいるところには、そうして体を張って、お金を稼ぐ女性たちがいる、これが長い風習だったんですね。古くからある習慣だったんです、ね、この創生川の付近というのも海と陸との違いはあるにしても、やはり男性たちが肉体労働をするという場であったため、石狩とかそういった沿岸部から、その女郎屋というものが流れて移り住んできていました。大友堀の完成の時期と同じ時期に徳川幕府というのは倒幕されたんですね。その、政権というのは幕府から明治政府へと移り変わりました。蝦夷地は北海道と改名され、それまであった身分制度などが失われるなど、一般の人々の暮らしというのは非常に大きく様変わりをしました。特に、先ほど言ったお侍さん、武士ですね、完全に失業してしまいます。この時代というのは大量な失業者が生まれたという混乱期であったんですね。そうした中で明治政府はこの札幌という地に新たな町を作ることにいたしました。ところが開拓者の中には報酬だけをもらってそそくさと逃げていく人であったり、あとね、やはり北海道って雪国で非常に寒さが厳しいです。その寒さに耐えきれずに逃げ出していく人などが多く、開拓の初期というのは非常に作業が困難だったと言われています。そうした中、労働者の足止めのために、茅野原であった、原野であったすすきのの真ん中にすすきの遊郭というものは作られました。こちらですね、初めはですね、この腰壁ぐらいの高さで、土を盛り上げて、これ土塁なんですけどもね、このように四角い、土塁を築き上げて、その中に粗末な建物を七八軒作り、この中には創生川付近で作られたその女郎さんたちがいるお店ですね、そういったものを、収めていったと言われています。さ
て、このすすきの遊郭の歴史を語るにあたって欠かすことができないのは、そこで働く女性たちについてです。一般に遊郭といいますと、京都の島原遊郭ですとか、あと江戸の吉原遊郭ですとかね、揺れっ子の遊女たちがいて、絢爛豪華な着物を着て来るお客さんというのも、お金持ちの旦那衆であったりね、そういった場なんですね。ところがこのすすきの遊郭というのは、開拓に精を出す土工さんたちのために作られたため、非常に、そやなものといいますかね、例えばですね、話す言葉といったら東北から移り住んできた女性たちが多かったので、津軽弁ですとか南部弁、あとね、北海道の、渡島地方にいた女性ですとか、浜言葉で話す方が多かったんですね。で、着てるものというのも、着古したような、ちょっと薄汚れたような着物で、で北海道ってやっぱり寒いので、火鉢がその遊郭の中にあって、女郎さんたちというのはうつらうつらと居眠りをしているような姿も見られており、当時のことを、記録したもので、非常に、やびた雰囲気を持っていた、下品な雰囲気だったというふうに言われています。こうした状況でも、開拓に精を出す土工さんたちはすすきの遊郭に通うようになりました。その中でも双璧と呼ばれている売れっ子の遊女たち2人が現れてきました。1人は越中屋という遊郭の、大鍋、本名はお石という名前だったそうなんです、ね。彼女は石狩の遊郭から流れてきた女性と言われています。生まれつきですね、片耳が欠けていたそうなんですけれども、彼女ですね、この大鍋という名前の由来、どこから来たのかと言いますと、漁村で働く漁師さんたちが食べる石狩鍋のことを大鍋とも言うんですね。これどんなものかと言いますと、料理屋さんでは出さないような魚のアラですとかね、いわゆる捨てるような部分をごったにしてできたようなお鍋だったそうです。なので、彼女の風貌があまりにもこうそやなものなので、大鍋というふうに呼ばれたと言われています。とてもひどい顔という意味で付けられた名前なんですけれども、どの文献にも本当にまれに見る不細工だったというふうに記載されているんですね。けれども彼女とのようなすごくね、芸者さんではないんですが、座敷の場を、持つことに長けている女性だったんですね。自然と人気がこう、博していてですね、その名前っていうのはすすきの遊郭の中だけではなく東京にも鳴り響いたと言われています。で、そんな彼女なんですけれども、遊郭の老主、主人のことを老主って言いますね。ご主人さんが、大鍋よく働いたねということで、髪結いさん、髪の毛をね、こう結う方のところにお嫁に嫁がせてくれたということで、遊郭からは足が抜けています、ね。そしてもう一人、大鍋さんと人気を二分した女性がいます。この方は北海道という遊郭の、女性で、雨風という方でした。彼女の呼び名も、その風貌によって付けられたものと言われています。なんということでしょうか。嵐にさらされ、目も鼻も口もあるべきところにないというぐらい、この顔のバランスが乱れているということで、雨風というふうにつけられたと言われています。けれども雨風も大変な芸達者で、自分のお店を持つぐらいにお金をね、稼ぐことができました。そして大出世をした後に結婚して子供まで儲けることができたそうです。遊郭という女性が精を売る場では、親の借金の肩代わりなどで売られてくる娘さんたちですとか、貧しくて貧しくても体を売るしかどうしようもないというような女性たちが働いてくるような場所だったんですね。で、明治の初期の女性たちの平均身長というのは150センチぐらい、私より10センチぐらい小さいぐらいなんですね。とても小さな体で、肉体労働者を相手に、日々働かなくてはいけず、短い生涯を迎える女性たちが多かったと言われています。この名前が残る雨風と大鍋という女性たちは、その時代に生きた女性たちの、憧れといいますか、等身大の、ね、女性の幸せを象徴して、この世に語り継がれているのかもしれません。
また開拓期のススキノなんですけれども、出るかな、はい、早い時期にですね、たくさんのお寺ができました。その背景には徳川の政権を築いた徳川家康が、江戸時代のですね、政権を築いた徳川家康が浄土宗の信者であったため、徳川政権の庇護下にあった寺院というのは倒幕後に立場が弱くなり、布教活動という名のもとに開拓移民奨励の一役を担っていた部分もあります。お坊さんたちにも開拓期があったということになりますね。こと、明治3年にすすきのから少し離れたところにあります東本願寺なんですけれども、こちらが徳川幕府と非常にゆかりが深かったために明治政府に目をつけられてしまいまして、北海道開拓のために道路を作るようにと命じられております。当時19歳であった東本願寺の若様玄女上人といいます。彼がですね、京都から札幌まで暗挙させられ、そして移民と常在寄進、寄付ですね、そういったものを募りながら札幌までと渡ってきて、その後に本願寺道路という道を切り開いています。この道路なんですけれども、国道230号線のベースとなっておりまして、現在でも多くの人々が利用している道の礎となっています。このようにすすきの遊郭という町は、新しい町を作るために花町と寺町で形成された歴史を持っております。さて、カモカモ堂から少し意外なすすきのの成り立ちをお話ししました。もしカモカモ堂という建物が芸者の置き屋だと気づくことがなかったら、この建物はとっくに解体され、今このようにすすきののアイデンティティを皆さんにお伝えすることができなかったかもしれません。150年前に北海道と命名した探検家松浦武四郎は父親にこう言ったそうです。庶民の子が名を立てることなどは途方もないということだけれども、毎日食べているご飯や着ているもの、住む家はすべて庶民の手で作られたものであり、庶民の力なくしてはどうしてこの世の中が回ることでしょうか。私はこうした動きを知りたいのです。旅には生きた学問があります。何気ない街並みなんですけれども、このように歩いてみると皆さんも何か、大きな発見をするかもしれません。今ね、携帯を見ながら歩いている方って多いんですけれども、ちょっとだけ顔を上げて街並みを見てみると、数十年前、数百年前に残したかもしれない、誰かが残したかもしれない、そういった痕跡に出会い、新たな、知識とかそういったものが植え付けられるかもしれません。こちらで終わりとなります。